アルセウスの目、ダーツの真ん中みたい。キングオブドウでもいい。さあというわけで、ついにやってきてしまいました。攻撃手段モノマネ縛りでストーリークリアを目指す旅ラストバトル、アルセウスとの戦いですよ。この世界を作り、主人公を翡翠地方へ飛ばしたアルセウス。そんなアルセウスに、クイズ縛り、モノマネ縛りで勝てるのだろうか。ちなみにここに来るまでに、トルネロス、ボルトロス、ランドロス、ラグトロスもちゃんと捕まえました。この4匹は今作から専用技が追加されたんだよな。さあそれではモノマネ縛り VS アルセウスやっていきましょう。ちなみに手持ちの V ズロック機はとりあえずこんな感じにしてみました。果たしてモノマネ縛りでアルセウスに勝つことはできるのだろうか。レベル差15もありますからね。余裕に決まってますよ。こちら初手サンダースのつぶらな瞳で相手の攻めの力を下げていきます。連続行動できたので瞑想もしておきました。サンダースの攻めの力と守りの力が上がったな。これでアルセウスの攻撃を受ける準備は万端。どんな技でも受け切ってモノマネしてやりますよ。ふっふっ、どうせこっちの弱点ついてくる技なんてないし。アルセウスは地面タイプになったみたいだ。地面タイプになった？え、どういうこと？そして地面タイプさばきのつぶて。地面タイプさばきのつぶて？待って、そんなの聞いてない。いやわりと耐えたわ。マジか。今作のさばきのつぶてって自由にタイプ変わるの？アルセウスが使うと相手に有利なタイプに変わり、さばきのつぶてもそのタイプに変わるようになっている。最強じゃねえか。ってことは相手のタイプが変わっていくから、こっちも使う技のタイプ考えて戦わないといけないわね。モノマネ縛りにおいてはほぼ関係ないだろ。待って、ということはサンダースがモノマネしたさばきのつぶて使えば、サンダースと技のタイプ変わる？いや、タイプが変わるのはアルセウスが使った場合のみだぞ。どうしてですか？アルセウス以外が使う場合はノーマルタイプのままでタイプは変わらない。モノマネさばきのつぶて全然使えないじゃん。いや、タイプが変わらないとしても威力100、命中100のノーマル特殊技、反動なし特殊版捨て身タックルだぞ。反動なし特殊版捨て身タックル？めっちゃ強いじゃん。一旦つぶらな瞳して、さばきのつぶて使ってみます。失礼しました。反動なし特殊版捨て身タックルします。いいか、エンデイは。全然ダメージ入らないんですけど、サンダース特攻そこそこあるはずなのに。ダメージ量少なすぎでしょ。サンダース調子悪いの？一旦遊んでやる気上げるか。パワプロみたいにすな。いや、何この闇深そうな遊ぶのアイコン。パワプロとポケモンのあるある、確率が全く信用できない。確率？練習時の怪我率とか、技の命中率とか、早く実況に戻れ。おっと、ここでサンダースは戦闘不能。まだこっちは5匹残ってますから、余裕で勝てると思います。2匹目ブースターで瞑想からのモノマネ。相手の攻撃を受け切って、ブースターもさばきのつぶて。アルセウス岩タイプになってるからノーマルタイプのさばきのつぶては半減。アルセウスは神通力、さばきのつぶての PP なくなったみたいだな。PP もしかないからね。ブースターもう一度さばきのつぶてをして、神通力で戦闘不能。こちら3匹目 AP、神通力をモノマネしました。そして AP 神通力。おー。待って、これマジで簡単に勝てちゃうんじゃない？っていうかもうここで AP が神通力すれば勝ちじゃねえか。どれだか大丈夫？大丈夫じゃないだろ。もっと苦戦してもらう予定だったのに。そうだ、全部イズのさばきのつぶてを見せてくれよ。全部イズ？これがモノマネ縛りの旅最終回になるわけだしさ。全部イズが最強技さばきのつぶてをモノマネして使ってるところ見たいんだよ。こら、視聴者さんの期待にも応えないと。そんな期待ある？うるせえ。最終回が3分の動画で終わりじゃまずいだろ。じゃあより短くカットして1分のショート動画にする？逆だわアホ。ショート動画で最終回をよりお手軽に。じゃねえんだわ。とりあえずここは神通力でアルセウスを倒してと。倒したら終わっちゃうだろが。待て待て待て。何リセットしてくれてんだマリサー。はい。というわけで全部イズがさばきのつぶてを使ってるところを見せてくれ。見せるって何？アルセウスは倒さなくていいの？とりあえず見るだけ。サンダースブースターはさっき見たから残りな。それでは全部イズのさばきのつぶてを見ていきましょう。まずは AP から。はぁー。アルセウス簡単に倒せちゃうことぐらい分かってたでしょ。前回ボロギラテナを倒したわけだし。確かに。苦労しながらもレジェンズアルセウスのストーリーを、モノマネ縛りでここまで進めてこれてるんだからね。技の縛りだけじゃなくてバトル中の道具使用禁止やガンバレベル上げるの禁止とかもあったのに。本当によくここまで来たな。さて残すはブラッキーとニンフィアのさばきのつぶて。EV もちゃんとやれよな。EV もやるの？そうだ、EV のさばきのつぶてでアルセウスを倒してフィニッシュといこうぜ。はい、それはなんか、いろいろきつそうじゃないですか？やれよ、最終回なんだから。EV でフィニッシュってどういうことですか？ EV1 匹でアルセウス倒すわけじゃないですよね？いや、1匹じゃなくて、他のブイズでいい感じにアルセウスの HP を削った後、EV を出して、さばきのつぶてをモノマネして、とどめを刺してくれ。というわけで、EV のさばきのつぶてでアルセウスにとどめ刺さないと動画終われない件についてが始まってしまいました。ラノベタイトルみたいにすな。さばきのつぶてでっていうのがきついわね。そんなきついか？いやほらだって、アルセウスは最初さばきのつぶての PP がなくなるまでの攻撃技はさばきのつぶてしかしてこない。そしてさばきのつぶては PP がもしかないから。つまり相手のさばきのつぶての PP がなくなる前に EV 以外でいい感じに相手 HP を減らし、 EV でさばきのつぶてをモノマネしてとどめを刺さなきゃいけないってこと。ああ、そういうことか。今回 EV をサポートするのはサンダースと AP。 サンダースと AP、 素早さが高いブイズ2匹か。このアルセウス戦はタイプあんまり関係ないですからね。行動回数が多くなる2匹にしました。サンダースは1回さばきのつぶてでアルセウスにダメージを与えて退場。2匹目 AP 出していきます。とりあえずさばきのつぶてモノマネしますか。相手またさばきのつぶてしてくるよな。そうね。あれ、アルセウスのさばきのつぶてってこっちの
ポケモンに有利なタイプに変わるんだよな。 AP だとゴーストタイプになるんじゃないか。あー、相手のさばきのつぶての PP がゼロタイプはゴースト、その状態で AV と対面したらまずくね。確かに。いや、相手アップタイプになったからその心配いらなかったわ。なんなのよもう。 AP がさばきのつぶてを一回耐えて、つぶらな瞳で相手の攻撃を下げ、 AP のさばきのつぶてで攻撃。よし、いい感じにアルセウスの HP 削れた。 EV でとどめさせるか。 AP はさばきのつぶてで戦闘不能。ここでアルセウスのさばきのつぶての PP はゼロになった。あとは EV に全てを託すわ。おうよ。まず相手が別の行動する前にさばきのつぶてをモノマネしちゃいます。アルセウスは破壊光線。破壊光線頼む、一回耐えてくれ。これ耐えればさばきのつぶてでとどめさせる。いや、 EV 硬くない。まあ100レベだしな。こっちのターンになったし、もう EV で倒せるわ。なんだ、簡単にできちゃったな。まあこういうこともあります。2回行動できるので念のため瞑想。さて、モノマネ縛り、今度こそ最後。いけ EV、 さばきのつぶて。うー、ありがとう EV、 ありがとうブイズ。これでブイズとの旅も終わりだな。ブイズのみんな、いつかまた会えたらもう一度仲間と呼んでくれますか。ワンピースに謝れ。というわけで、モノマネ縛りの旅完走しました。当初はディアルがパルキア捕まえたところで終了の予定でしたが、なんだかんだここまでやっちゃいました。マリサがここまでやらせたんだろが。まあまあ縛り緩めることなく無事クリアできたんだからいいじゃない。それはそうだけど、あ、また他に縛り企画をやろうと思ってますので、ぜひチャンネル登録お願いします。剣盾メタモン一匹縛りの旅とかもしてますので、よかったらどうぞ。それでは皆さん、ありがとうございました。次回からは何の企画をやっていくんだ。それが悩んでるのよね。なるほど。じゃあレジェンズアルセウスストーリークリア後にできる無線連戦とか訓練所とかやったらどうだ。あー、それいいわね。もちろん、モノマネ縛りで。モノマネ縛りで。いや、もうモノマネはお腹いっぱいだって。もうブイズモノマネは勘弁してよ。やらぬ後悔よりやる後悔。やかましいわ。